U22 日本代表は15日、U22 メキシコ代表と対戦した。2024年のパリオリンピック出場を目指す U22 日本代表。9月上旬には U23 アジアカップ予選を勝ち抜き、来年4月にカタールで開催される本大会への出場が決定。同大会で上位3チームにいればパリゴリンへの出場権を獲得できるため、4位はアフリカ大陸とのプレイオフ。 着々と準備を進めている。そんな U22 日本代表が10月のアメリカ遠征で U22 メキシコ代表と国際親善試合に挑んだ。試合は前半立ち上がりにエースストライカーの細谷正弘が2ゴール。後半に入って失点を許すも FK から鈴木美音が合わせて再び2点差に。さらに終盤には追加召集された内野幸太郎が追加点を奪って終了の笛。 4-1で U22 日本代表が U22 メキシコ代表に解消。勢いそのまま、18日に U22 アメリカ代表と対戦する。